T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。ついに始まった新シリーズ。アルカラード。今回は引き続き、青カードです。ややこしいわね。とにかく青いものだけ装備できる。ということだけ覚えておけば大丈夫です。まあルールは簡単だよね。まずはボス戦から。最近素手で戦ってばかりだな。まともに戦ってないよね。いて。あ。ちょ。え？嘘でしょ。めっちゃやられてる。こんなはずでは。そうそう、こんな感じでやればノーダメージで倒せるはずなんですよ。はず、よね。やっとペースがつかめた。よし。後半は普通だったね。前半がおかしかったのです。最近グラディウスも取らないことが多いな。せっかくの初挑戦なのにね。これといって特徴がないからな。縛りプレイには向いてないんですよね。残念ながら。まあねー。こいつの槍が結構強い。というか邪魔。くそアックスアーマーは素手の方が楽ですね。まあ鎧には剣より打撃ってイメージよね。ここ登るだけでダメージ食らいすぎでは。いやこっちのセリフだから。今回いつにも増してやばくない？ちょっと油断しすぎてるのかな？いつも通り狼は取るとして、青カードが装備できる鎧は4つあり、今装備しているミラーキュイラスのほか、氷の胸当てが装備できます。あとはアックスアーマーの鎧と、ガーブオブゴッドが青いかな。その2つもそうなんだね。まあ、実質使えるのは氷の胸当てまででしょう。アックスアーマーは使い物にならなそうだし、ガーブオブゴッドはマラソンが必要になります。そうね。つまり、確実に取れる氷の胸当てが、青カードの最終装備になりそうなんです。あらー、それは弱いかもね。それでもミラーキュイラスよりは強いので、なるべく早く手に入れたい。ということでここに来ました。ここにあるんだっけ？そうなんですが、ここの足場は崩れるので、二段ジャンプがないと厳しいのです。あ、崩れた。どうするの？狼をうまく使って、こんな感じで登りたい。え？厳しいけど、絶対にできない挑戦ではない。そうかな。暇だ。くそ？ちょっと惜しかったね。足場が崩れたらやり直しです。マップ移動すれば治ってるので。あ。早いわ。ちょ。デジャブ。よし。吹っ飛ぶにしても先に進めばいい。二段ジャンプが欲しいな。やったー。やるじゃん。この上にあるんです。あれかー。ここでも踏めれば取れるはず。難しいなー。そもそもキックが苦手だもんね。そうなんですよ。
無駄なあがきを続けてるのね。もういやさて、次には海行こうっと。何何もなかったかのようにしてるの。え、何かありましたか。夢なら見た気がしますが。耳落ちにはさせないからね。お金が全然足りないので、ここにあるガーネットを取っておきます。狼大ジャンプを使えば、二段ジャンプがなくても取れるのです。うまく使えればね。おかしいなぁ。こんなに失敗したことないのに。まあ確かにね。今回どうしちゃったのよ。なんかめっちゃ下手になってます。やっと成功した。まあこれでようやく G のところに行けます。なんかここまで何も進んでなくない?そこは気づかないふりをしてください。なんでよ。増殖です。やっとね。ここの敵は案外強いので注意が必要です。セーブもこの時点では使えないしね。狼ジャンプをうまく使えばいけますが、まあ基本的には無理という設定です。G のところでは必ずアンロックジュエルを買って、青カードはさらにアイアンシールドを買いたいです。そういえば唯一使える盾だったね。他にマントも買いたいのですが、多分お金が足りないので、それは次の機会になりそうです。ちょ、死なないでよ。大丈夫です。逃げますから。こいつらって打撃耐性があるから、素手だと大変なんですよね。6しかダメージ入らないんだ。低いですねさーて、G よ。ご機嫌いかがかな?お金次第ね。それもそうです。そういえば PS 版にはなかった。音楽鑑賞があるのか。これ、ずっと聞けたりはしないのかな?あ、終わっちゃった。そりゃそうよ。声優さんの会話もちゃんとありますね。ほら、ガーネットは5000で売れるので、序盤にしては大金をゲットできます。ほんとね。ありがとうございます。これについてだ。ありがとうございます。ラハブの要件があれば楽だろうな。まあどっちにしても買えないね。ありがとうございます。では、またのお越しを。これで2つ目の青い装備ゲットです。青いね。いいですね。相変わらず攻撃は素手ですが、これで防御力が少し上がりました。これなら鎧なんていりませんよね。言い聞かせてる。いえ、別に。はいはい。こいつらを踏めばセーブの方に行けますが。このように私には荷が重いので、おとなしく帰ります。まったく困ったものね。せっかくだから妖精の書だけは取るか。敵の名前がわかるやつね。あそこのググ時点は強いので、ちょっと怖いですけどね。取るだけならなんとか。うわぁ。取りたい?取るだけならいいじゃない?
まあそうなんですけどね。自分から積極的に取ることもないかと思って。まあね。ひぃ。本が飛び交ってる。現実にはありえない光景ね。後ろの椅子とかの遠近感がリアルですね。奥行きがあるね。さて、なんか結局増殖に来ただけですが、今回はこれで終わりにします。って取っちゃった。今のは仕方ないでしょ。青以外は取らないようにしてたのに。まあ仕方ないか。特に進んでない気もしますが、とりあえず今回はここまでとします。前半無駄なあがきをしてたからよ。次回はいよいよ緑カードの登場です。お、今度は緑か。緑はどうやらマラソンばかりしてるみたいですよ。え、マラソンはしないんじゃなかったの？時と場合によります。何よ。緑カードと赤カードは特にマラソンが多くなりそうな予感です。そうなのね。まあ様子見てやっていきます。なかなかプレイ時間が取れなくて、動画のストックがあまりないですが、なんとか進めていきますね。それではまた次回、ノクターン。また見てね、ノクターン。